夜の帳が降りたら君は私のしもべとなる。さあ逃げるなら今のうちだよ。ヴァンパイアになりきるため私もレッスンを重ねてきた。努力の成果を存分に発揮するとしよう。大丈夫、何も怖いことはない。さあ目を閉じて私に身を委ねておくれ。闇夜に身を隠そうか。物事に真剣に取り組む姿には心を打たれるよ。準備期間からずっと頑張っているデュース君の話さ。ハロウィーンは大勢の人に驚きと笑顔をもたらしてくれる。私の好きなイベントの一つだ。学園内の空気がいつもと違って感じられる。これは何かが起きる前兆だろうか。美しくも不気味な満月だ。こんな夜は人ならざる者に注意しなければいけないね。足音を忍ばせても君の気配はすぐわかる。私を驚かせたいのなら不意打ち以外をおすすめするよ。仮装中のイデア君は上機嫌だね。カボチャ頭の下を確かめるまでもない。普段と足音が違うのさ。ラギー君は実に器用だ。会話で相手の気をそらしてお菓子をくすねていたよ。まったく油断ならないね。ヴァンパイアはニンニクを苦手としているらしい。なんとも親近感が湧く話じゃないか。一緒に撮影を？ウィ、もちろん構わないとも。ただヴァンパイアの姿が映るかどうかは保証できないよ。この牙が気になるのかい？肉食動物のそれに匹敵する鋭さなのか。実際に君で試してみようか。マシュマロにキャンディーにチョコレート、お菓子の用意はあるけれど、君にはトリックをお願いしよう。